ディプロ、1978年11月10日台は、アメリカ人の DJ、プロデューサー、テクノミュージシャン。エレクトロクラッシュ、ニューレイブなど、2000年代後半の世界的、ダンスムーブメントにおける最重要プロデューサーの一翼として知られる。これまで携わった多くの作品は軒き並み、そのムーブメントを担うヒット作となってきた。2004年にデビューアルバム、 フロリダを発表。その後、精力的な DJ 活動、ローバジェットとのプロジェクトであるホラートラーニックスとしての作品リリース、自身のレーベル、マット・ディーセントの運営やリミックス、プロデュースワークを通じて、クラブシーンに頭角を表す。数多くのリミックスワークを手掛ける傍ら、世界中のフレッシュなビートフォームを発掘、シーンにいち早く紹介し、 最先端トレンドとして発信する手腕に評価が高く、プロデューサーとしてもその才能を大いに発揮している。特に世界的となった m i との仕事が最も知られるところで、他にもこれまでにスパンクロック、サンティゴールド、ボンジドホレ、ブラカソムシステマといった気鋭のアクトを見出し、世界的ブレイクに導いてきた。2009年には人気ビートクリエイターのスイッチとの共同プロジェクト、 メジャーレーザーを指導させ、積極的なライブ活動にも従事している。メジャーレーザーとディプロ2つの名義で、フジロックフェスティバル0級に出演。ブラカソムシステマへのリレーで順となった、深夜のレッドマーキーレイブでは、DJ シャドウからマイケル・ジャクソン、ダフトパンクに、プロディジーの楽曲までを動員した、お祭り DJ プレイで大いにフロアを盛り上げた。 2012年4月より、BBC ラジオ1.1エクストラのミックスショー、ディプロフレンズのパーソナリティに就任。ディプロ自身は案内役として出演するが、不定期で彼自身のミックスもオンエアされる。2015年10月25日、MTV ヨーロッパミュージックアワードにて、ジャスティン・ビーバー、スクリレックス、ディプロの Where Are You Now が最優秀コラボレーション賞を受賞。 ありがとうございます。